こんにちは、エンビーです。この MB チャンネルでは、ファッションって本当はすごくロジカルなもの、ファッションって実は計算で組み立てられるもの、論理で組み立てられるものであることを伝えていくチャンネルです。着こなしだったりとか、ブランド選び、物選びだったりとか、買い方、もしくはファッションの業界の成り立ち、ファッションとかおしゃれの仕組みなんてのを語っていきますんで、ぜひ興味があったらチャンネル登録をお願いいたします。さて、今日はですね、寒いのか暑いのかわかんない、昼間は結構暖かいんだけど、夜は意外と寒くなる、こんな9月、10月のなかなか難しい中間の時期、どんな服装をすればいいのかっていうのを一つだけお教えします。もちろん寒い暑いを体温調節する方法って、まあ、いくらでもあるんですけれども、一つ言うのであれば、たった一つ例を言うのであれば、肩掛けです。さて、肩掛け、皆さんどんなイメージ持ってるでしょうか。肩掛け、こういう風に肩にかける、ニットを肩にかける、ジャケットを肩にかける、 T シャツを中にかける、まあ、いろんな方法がある。パーカー肩にかける人もいます。肩掛け、実はこれすごい便利な着こなしです。何が便利かというと、まず一つ体温調節、体温調節で肩掛けほど楽なものはありません。なんて言ったって簡単に理解できるでしょ。ニットを肩にかけておくんですよ。だから寒くなったらニット着ればいいだけなんで、本当に単純にそれだけの話。暑い時、日中は肩にかけてシャツ1枚、こういうシャツで袖をまくれば、まあ全然暑くない、このまま過ごしてくれればいい。で、夜になって寒くなったら、そのかけてるニットを着ればいい。ただ単純にそれだけの話ですね。もしくはデートの時に肩掛けしてたら、女の子が寒そうにしてたらさっとかけることもできる、すごいイケメン。これがまず一つ肩掛けの大きなメリットですね。そして肩掛けにはもう一つ大きなメリットがあります。もう一つの大きなメリットは、何か肩掛けをすると小顔に見えるということなんですね。小顔に見えると何がいいのか。小顔に見えるっていうのはですね、実は手足が長くモデル体型に見えるっていうのと同じ意味なんです。ちょっと考えてみてほしい。モデルさん、この世の中にいるモデルさんってどういう採用基準で選ばれると思いますか。顔が綺麗、おしゃれ、かっこいい、スタイルがいい、どんな条件でモデルさんって選ばれると思いますか。実はモデルさんを選ぶ最重要条件は顔がいいことではありません。実際よく見てみれば分かるはず。雑誌のモデルさん、よーく見てください。画面作りに、写真作りに騙されないで、よーく見ると大してかっこよくないんですよ。大して可愛くないんです。顔の造形は意外と一重だったりとか、意外と顎が出てたりとか、割とかっこよくない人って多いんですよ。ではモデルさんって何が違うのか、僕らと何が違うの、何が違うからあんなにかっこよく見えるの。顔なんです。顔の大きさがまずモデルさんを選ぶ時の最重要条件で、一番クリアしなければいけない前提なんです。顔が大きい人はモデルには絶対なれません。まあもちろん特殊なモデルさんはいますけども、ファッションモデルで顔が大きい人ってのはかなり珍しいです。顔みんなちっちゃい。なぜみんな顔がちっちゃいのか、なぜ顔がちっちゃいことを採用条件に選ぶのかというと、顔の大きさというのは、まあ、頭でもいいですよ、顔でもいいんですけど、顔の大きさというのは体全体のバランスを測る基準点なんです。いいですか。僕ら普通に街歩いてますよね。街歩いてて、あの人スタイルいいな、あの人かっこいいな、これってどこで判断してると思います。顔のかっこよさだったら、まあ見てすぐ分かりますけど、スタイルの良さって我々どこを基準に判断してるんでしょう。実は八頭身という言葉がある通り、我々は頭の大きさで体のサイズっていうのを無意識に測ってるんですね。頭の大きさを基準点にして、手と足の長さを我々はこう無意識に測るようなことをしてるんです。八頭身って言葉通りですね。八頭身ってどんな言葉ですか。モデル体型を表す言葉ですけども、8個頭の体とありますね。顔の大きさが8個分ある人が綺麗という話ですよね。ということは、まあ、もちろん体が超でかい人だったら八頭身になるかもしれないけど、そんななかなか身長って変わらないんで、顔の大きさがちっちゃいっていうことが八頭身、当然8個入るわけですからいいってことですよね。顔の大きさがちっちゃければちっちゃいほど八頭身で綺麗に見えるっていう話ですから、これは昔からの日本語としても証明されていること。顔の大きさが小さければ実は洋服って綺麗に見えるんです。モデル体型に見えるから、これ意識しとくだけで全然着こなし変わります。で、肩掛けの何がいいかというと、肩掛けは顔がちっちゃく見えることだと言いました。なんで肩掛けをすると顔がちっちゃく見えるのか、ここには一つ皆さん誰でも知っていることがあります。みんな写真を撮るときどんなポーズをしますか。特に女の子は考えてみてください。女の子が写真撮られるときってどんなポーズしますか。こんなポーズしたり、こんなポーズしたり、こんなポーズしたり。なんでみんな顔の近くに手を置くんですか。顔の近くに手を置く理由は、無意識にそれが顔がちっちゃく綺麗に見えるって知ってるからです。写真を撮り慣れてる女の子であればあるほど自分の顔を綺麗に見せる方法を知っている。じゃあどういう風に綺麗に見せるかというと、顔の近くに手を置いて顔をちっちゃく見せてモデル体型に見せるっていうのが一つなんですね。実はこれを何もしないでこうやって撮ると、運転免許証の写真みたいにこうやって撮ると顔って実はごまかし効かなくなります。ところがこうやって顔の近くに比較対象となるものを一つ挙げてあげると、
顔ってちっちゃく見えるんですよ、不思議と。で、ストールもそうです、マフラーもそうです。なんでこの世の中にあんなに巻きにくい不便なものが存在するのかというと、顔がちっちゃく見えるからなんですね。防寒性だけだったらスポッてかぶるなんか筒状のものを作ればいいだけで、スヌードですね、スヌード作ればいいだけで、なんでストールとかマフラーとかあんなに巻き方とか考えて工夫しなきゃいけないのかって考えると、顔をちっちゃく見せるっていう最大のメリットがあるから捨てられないんですね。ファッションってのはよくできてます。で、肩掛けも同じですね。ストールとかマフラーも同じなんですけど、肩掛けをすることで顔の近くに布があるんで、当然対比効果で顔はちっちゃく見えるわけですね。ストールとかマフラーでもいいじゃないかと思うかもしれないんですけど、この時期にストールとかマフラーはさすがにちょっと早すぎる。そこで体温調節も兼ねて肩掛けをしておくのがベストというわけですね。ところが一つ肩掛けには難点があります。肩掛けのデメリットは一つ、プロデューサーに見えること。肩掛けをするとついついテレビのプロデューサーっぽくなっちゃいますね。実際私知り合いにテレビのプロデューサー何人もいますけど、テレビのプロデューサーって肩掛けしてるやつ一人も見たことないですけども、イメージってのは怖いもんです。90年代のドラマがつけたイメージなのか分かりませんけれども、肩掛けをしてるのはテレビのプロデューサー、ピンクのニットを着て君ダメだよとか飲みに行こうよとか座銀で涼しいとか言ったりしてるわけですね。それが、今でもイメージとして引きずられてるわけですけど、もしかしたら10代の男の子にはそんなイメージないかもしれないんで、抵抗もなく肩掛けできるかもしれないんですけど、僕ら30代40代の人間は肩掛けをすると、おテレビのプロデューサーだねって言ってくるやつが必ず10人に1人が出てくるんです。そういったうざい奴らをそういったうざい奴らを蹴散らすためにですね、テレビのプロデューサーっぽく見えない肩掛けをしなければいけない。ではテレビのプロデューサーっぽく見える肩掛けって一体何なのか。ピンクのニットを肩掛けするのは良くないって言ったら誰でもそんなの分かるから、そんなこと言うつもりはないんですけど、何をすればいいのか。実はですね、肩掛けっていうのはですね、この今着ている洋服、着ているトップスと近い色の肩掛けのニットを選ぶべきなんですね。もちろん別の色を選んでも全然 OK なんですけども、肩掛けが怖い、どうしてもプロデューサーっぽく見られるのが怖い、10人に1人のそのプロデューサー、お前プロデューサーじゃないのとかって突っ込んでくるうざい奴らをなんとかなんとか切り抜けたいと、そういう風に思っている人がいるんであれば、同系色を合わせるのがおすすめです。なぜ同系色を合わせるのか、これは理屈が簡単です。同じような色のものをかけてあげれば同化して見えるんで、肩掛けしているように見えないんですね。もちろん肩掛けしてるのは分かりますけども、目立たないってことですね。逆に言うと全く色が違うもの、色差、僕色差ってよく言いますけど、色の差、色差が激しいものをかけてしまうと、どうしても肩掛けばかりが目に行ってしまって、目立ってプロデューサー感が出てしまうんですね。洋服っていうものは目立つ目立たないで考えた方が賢いです。写真だったら、写真だ、二次元である写真だったら視線っていうのは均一に行くんですけど、三次元というのは立体なんで、いろんなところに視線が動くんですね。その中でどこに視線が止まるかというと、やっぱり目立ちやすいところ、目につきやすいところに目が止まるわけで、そうすると切り替えがよくわかる。この色の差が激しいと当然目につきやすくなる。ところが色が同化してると目につきやすくなくなり、スルッとこうスルーしてくれる。だから肩掛けがあんまり目立たない。でも目立たないにしても顔はちっちゃく見えるわけです。顔の近くに布があるわけだから。なので、肩掛けは同系色でやるのが正しい。いいですか？体温調節ができる。この時期便利ですね。9月、10月のよくわからない気候の中で体温調節ができるのはすごく便利。そして小顔効果が生まれる。この素晴らしいメリット2つを生かすためにはデメリットを消さなければいけない。そのデメリットを消すためにはプロデューサー感を出さないようにする。そうするためには同系色で合わせる。ご理解いただけましたでしょうか？必ずですね、こういうファッションのロジックだったりとか着こなしのテクニックは必ずメリットとデメリットが存在します。デメリットをいかに消すか、メリットをいかに伸ばすか、それを考えてロジックを構成していくと綺麗なコーディネートができます。例えば足を長く見せるために黒靴と黒いパンツを合わせて足と、パンツを同化させて足長に見せるっていう方法もありますけど、これはデメリットとしては地味に見えるんですね。じゃあ地味なものをどこで解消するか、メリットを理解してデメリットを理解している、そういう風にロジックを考えていくとやるべきことが見えてくるんです。自分がどういう体型にしたいか、自分はどういうキャラクターにしたいか、そういった時にこの方法がある。でもこの方法はメリットとデメリットがある。じゃあこのデメリットはこうやって消そう、このメリットはこうやって伸ばそう。極めてファッションのコーディネートっていうのはロジカルにできています。興味があればチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。これで今月の着こなしは悩まないですね。肩掛けぜひ一度試してみてください。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。